10分間集中して聞いてください。あ、どうも、サオリンです。はい、今日の動画は一切おふざけなしですね。タイトルにあった通り、まあ英文読むにはこうすべしみたいな、結構みんなこすってるネタなんですけど、まあ大体トーク系じゃないですか。パスラボ違う、パスラボはやっぱり、やっぱ実演して何ぼですよ、こういうのって。という感じで、まあ今回ね、まあパスラボ真面目代表の僕がね、全部見せちゃいます。実際問題解くところから復習まで、まあ音読とか色々やるんですけど、けれども一切おふざけ抜きです。10分間集中して聞いてください。じゃあレッツサオリン。 まずはね、こっから、新研の話なんですけど、今日の一日の流れ、ちょっと説明します。一日の流れというか、英語の勉強の仕方の流れですね。まず問題解いて、英文解釈して音読します。まあ普通じゃねえかよっていう人ね、一旦落ち着いてください。はい、その拳一旦引っ込めてください。それだけじゃないんですよね。僕はもっと具体的にちょっとこういうとこを伝えたいということがあって、はい、それはちょっともったいぶった言い方したんですけど、この後すぐ言います。ただ単にね、問題解いて英文解釈して音読してだと、やっぱりね、実際伸びないんですよね。 はい、僕がそうだったように。なんで、これから今問題を解くんですけど、その前にやってほしいことが一つです。本日こちらをご用意いたしました。はい。これ僕が受験期の頃に使ってた、遊戯カードなんですけど、まあこれね、はい、これっていうのは、これじゃないね。これっすね。レベルにはよるんですけど、なんか前回、多分この日以前に英文っていうのは絶対読んでるじゃないですか。自分がなんで読めなかったのかっていうことをね、もう一回改めてほしいんですよ。意識を顕在化させる、10月19日、2010、10月19日、何年の10月19日かわからないんですけど、僕はこの時、早稲田の、政治経済学部を、解いております。反省点、旧情報を見落とした、対比見落としていた、ケアレスミス多い、ボロボロです。 こういうことはね、例えば旧情報ってさ、習いして読んじゃう時とかあるじゃないですか。こういうのをね、意識を顕在化して、もう一回練習しないと、いたちごっこですよね。間違えて、また、なんか、うわ、キャッチャー間違えて、またやっちゃった、みたいな。うちはいたちよりもいたちごっこが過ぎると思うんですよ、僕は。 ということで、僕はなんかこういう、反省点をこういうとこに置いて、よし、これは絶対守るっていうのを決めてから読みます。はい。ということで、まあ実際じゃあ解いていきまーす。 はい、どうもー、サオリンでーす。じゃあ、解き終わり終えたじゃないですか。その後にやってほしいのは、まあ、答え合わせはもちろんします。はい。まあ、間違えてるはずないんでね。答え合わせしたら、じゃあ、次、英文解釈しようじゃないんですよ。答え合わせしたら、まず何を間違えたのかっていうのは僕は、書いちゃいます。こうやってまた反省を。じゃないと、やっぱ、いたちよりもいたち語句が過ぎるんですよ。ということでね、やっぱ今日、まあ、ミスはなかったんですけど、大体僕やりがちなのは、旧情報を見落としたとか、なんですけど、やっぱ、あれじゃないですか。その、間違える、その癖 っていうのは人それぞれ出てくると思うんですよ。僕ならやっぱそのね、やっぱさっき旧情報ですし、あとは台風も見失いがちでした昔。まあ今は結構得意なんですけど、あとは単語が難しくなるとついつい一文にのめり込んでしまって、パラグラフ全体のつながりとか見失って、筆者が何言ってるのか最終的に分かんなくなって、問題も解けないと。 まあ人それぞれ、間違いのパターンっていうのはあるんですけど、大体こういう間違いをしているんじゃないのかなっていうね。長文読めなかった理由を自分なりに分析して、その後タスクに落としてください。例えば、わからない単語が連続したとかだったら、じゃあ1日、じゃあわからない単語が連続しすぎてしまったっていう、それがね、まあ自分の仮説だとしましょう、読めなかった。そしたら、まあタスクに落とすとしたら、まあなんか1日に、じゃああと1時間ぐらい単語の時間を増やそうかなとか、まあそうやって自分で原因に対して仮説を立てて、 それをタスクに落とし込んでいく。まあそういうのを僕はずっとやってましたね。まあ旧情報とか、まあによく見失ってたんで、僕は本当にイットが来たらもう次からはもうグリグリ、もうなんかグリグリしようって決めてましたもん。はい。グリグリ。 という感じで、まず原因をじゃあ押さえました。じゃあタスクにも落とし込んでます。じゃあその次、長文に対する復習をしていきます。はい。まあ大体、文構造は僕は確かめますね。はい。文構造確かめます。文構造確かめてました。ついでなんで英文解釈どうやってんのかっていうのも僕なりに、まあやっときます。手元でちょっとやるんで、ちょっとお付き合いください。 スライドの方が分かりやすいと思ったので、ここからはスライドで長文読解後の復習の仕方についてお伝えしていきます。主にやることは3つです。まずは1つ目の文構造の把握から、つまり英文解釈ってことです。
1パラだけ抜き出してやるのですが、この部分ちょっと見てください。参考書の解説だとこんな感じで丁寧に書いてあると思うんですけど、まあさすがにこんくらいわかるわって人いますよね。正直形が複雑な文に遭遇した時だけ、まあ、レベルが高い人は文構造を整理すればいいと思っています。もちろん初心者の人はこれくらい1から全部丁寧にやるべきなんですけれども、まあ、レベルによってね各自、手を抜くかどうか考えてみてください。大体僕だったらこんな感じでマークつけて音読に備えます。僕は三角括弧が高知就職、丸括弧が福祉区や福祉施設って感じでマークつけるんですけど、まあ、これは人によって違うと思います。音読の時に、まあ、文構造を意識しながら読みたいので、まあ、マークをつけたりするんですけど、まあ、ここら辺はね、音読のやり方を知った方がなぜこういうことをしなきゃいけないのかとか深く理解できると思うので、こちらの動画をおすすめしておきます。2つ目が論理構成の確認なんですけど、どこが筆者の主張でここは何々と対比になっているとか、文章の論理構成を勉強するためのまあ、タームですね。まあ、脱線するのでね、これもちょっと、他の動画に任せちゃいます。そちらで詳しく解説しているので、興味ある方はおすすめします。今日、伝えたいのは3つ目のここなんですよね。まあ、こんなの当たり前だろうとかやった方がベターって考え方の人が多いと思うんですけど、まあ、やっぱりこういう地道なことをやった人こそ大きな結果を出すのかなって僕は個人的に思ってます。まあ、特にね、なんか前置詞のイメージとかって、まあ、いろんな単語のいろんな例文に触れて、まあ、経験を積んで、まあ、機能的にこんなイメージなんだろうなって学んでいくと思うんですよ僕は。まあ、だから、まあ、僕は知っている単語でも、辞書を引いて損することは絶対ないと思ってます。例えばエクスパンドなんて単語帳に載っているんですけど、まあ、それだけが、受験に出るわけではないですよね。まあ、違う用法だって、出ると思います。数字にまあ現れそうなことだけではなく、まあ、英作文にも応用できたり、まあ、なんかその前置詞のイメージを感覚的につかむ、そういったなんか隠れた意識下でなんか学んでいることって結構多いんですよ。まあ、特にね、偏差値60以上の壁って意外とこういう地道なことが多いと思います。最後に、辞書を引くときに僕がやることをまとめました。1、動詞なら自動詞か他動詞、名詞なら加算や不加算か、そもそものこの単語の品詞は何なのか、また他の意味もあるのかっていうことを調べますね。で、2つ目、その単語がどのように使われるのか、例えば動詞なら後ろにどんな前置詞が来やすいのか、まあ、どういったフレーズとして使われるのかなどを例文から知ります。そして音読しますね。で、3つ目なんですけど、これ定期的に見返すために自分のノートにまとめます。まあ、こんな感じで僕は長文読解後の復習を終えるんですけど、ここからは音読を何度も行います。では戻ります。英文解釈済んだということで、最後に僕は、音読を絶対にやっておりました。はい、まず絶対に音読かやってない人落ちると思います。はい、受験受かったっていう人で音読をやっていなかったっていうのは僕聞いたことないですし、まあ分かりますよ、学校の先生とかよくね、あの学校の先生もそうですし、音読やった方がいいよって言われても、なんかなんでやった方がいいのみたいなね、まあそういう疑問って生まれてくると思うんですよ。でも大丈夫、こちらは音読の動画もう出してますから。はい、1年前ぐらいに。まあなんでちょっと詳しい音読の仕方はそちらでがっつり、学習してもらいたいなと思います。はい、もうちょっと10分っていうコンセプトなんでね、申し訳ありませんが音読は割愛させていただきます。はい、じゃあお疲れ様でした。はい、まあ一切ね、僕珍しく、まあ、おふざけなしで通したんですけど、やっぱこれ自分らしくないなと。窮屈ですね、やっぱ教師っていうのは。教師じゃないんですけれども、まあ、バイザーウェイなんですけど、一番今回学んでほしかったのって、やっぱ自分の弱点を知ること、知る大事さ。本番ってやっぱり無意識レベルで対比とか意識していかないといけないんですよ。まあ、だから意識をまずは顕在化させて、まあ、慣らしていく、それを無意識レベルに落とし込んでいくぐらいまで、まあ、何回も何回も繰り返すことがやっぱ大事かなと思います。あと今日伝えなかったんですけど、リスニングもやっぱ大事ですね。まあ音読の時に一緒にリスニングもやってもらえればなと思います。まあ今度ねリスニングの勉強の仕方もね、まあ動画にしようかなと思うんで、興味ある方、まあいいねをね、またそうだな、じゃあいいね2来たら、リスニングの動画あげますという感じで、今日は、皆さんお疲れ様でした。今日も勉強頑張ってください。バイバイ、サボリンです。今日のパスチャレはこちら。よくおすすめの動画は何ですかって聞かれますね。僕が答えるのは東大合格受験のリアルっていう動画、見たことあるよって人、ぜひ見たことない人は検索してみてください。概要欄に答えあります。それではバイバイ。この問題はですね、もうスピーディーに解こうと思います。頭の硬い人と柔らかい人に大きく分かれます。さああなたはどっちでしょうか。